はい、ということでね、ダークソウル2、続きのプレイをしていきましょい。でね、ちょっとね、気づいたことがあって、動画編集って多分ですね、喋ってるところを、こう、頻繁に上げた方がいいのではっていう可能性が出てきた。だから、まあ、基本喋りつつ、まあ、もしね、なんかあったら、そこを切っていくっていうのがいいんじゃねっていう感じがするんだよね。ちょっと今自分で何言ってるか分かんなくなっちゃったんだけど。つまり、俺は編集方法を変えるよっていう。ただそれだけのお話。画面が近く感じるの。なんだろう。いやー、やっぱジャガンの指輪の効果がいいな。プラス 1? ついてるんだけども、これのおかげでね、多少ダメージ食らっても殺しちゃえば回復するからね。これ結構おすすめ。行くときに確実にもらえるしね。あっつ。えあっつ。あれか、さっきの油がまだついてたか。どうやって外すんだろう。忘れちゃった。それとももう一回ついたら終わり？これはね、ある程度攻撃させてから、こう、基本ね、パリーもいいんだけど、パリーってね、まあ、PVP 用だよね。わざわざやる必要なし。火力上がるだけなんだよな。出て。どういう攻撃してくる？パリに弱そうだね。うん、覚えてはいるんだけど忘れてはいる。なんだろうね。なんだろう。わかるかな？こう。やったことはあるんだけど、完全に忘れちゃってるよね。こいつは油ぶん投げてくるから嫌い。おいだ。ドゥン、ドゥン。うい、うい。うい、うい。これは意味ないね。基本こうやってね、盾を構えつつ、突撃かますば負けることはありません。ダークソウル苦手な人はね、とりあえずシールド使ってみ。これだけは言える。とりあえず盾構えときはほぼ死なないぞ。スタミナ振って、まあ、その武器関連は俺何も言えないんだけど、あ、でもどうなんだろう。本当に苦手な人は、このガードもできないのかな。とりあえず LH をしてりゃ死なねえけどな。ういうい。出血ダメージが怖い。PVP でもそうなんだけどね、出血やばいから。一番強いかもしれない。これあれかな。あとあれな。アイテムケチんない方がいい。使えるだけもうどんどん使ってった方が安全に立ち回れるよ。ういういうい。ブロードソードがね、俺なんであんま好きじゃないんだけど、なんで好きじゃないかっていうとね、射程が足りねえ。射程が。ほんとに。お、これは飛んねえのみたいな。結構多いんだよ。ほら、待ってた。あれ出血ダメージちょっと変わった？あ、出血ダメージちょっと変わってんね。んだわ。まあ状態異常付きにはやめといた方がいいかもしんねえな。そうなんだよな。ブロードが俺嫌いな理由、これ。2発目のね、射程がめちゃめちゃ短いの。1発目は当たるんだけど、2発目がどうしても当たんなくて、当たんないやつが多いんだよね。これ考えちゃうと、正直、ねえ、なんかなーって思っちゃうけど。油やだ。油嫌い。みんな油使いやがったよ。にしてもダークソウルのさ、敵の AI ってどうなってんだろうね。なんかもう、まるでこっちの攻撃するのが分かってるかのようなしてくるじゃん。本当にすげえと思う。待ってね、体罰使えば少ないのかな？ちょっと試してみるか。なんで？うっそ、体罰つけると燃えんの？さっき食らったやつのせいか。すげえな。効果てきめんじゃないか。お、克服しやがったこいつら。明かりなんて怖くねえよと。こいつら、雫石くれんのか。お、まあ、一回殴っといて。ミミックじゃない。お、なんだこれ。危ねえで。お、いった危な。え、こっちも？これはないか。よかったよかった。グレートソード。なんかいる。あ、喋れそう。Who are you? お、当倍。何くれんの？弓。お、狂人の指輪。あ、狂人いいなぁ。あ、そっか。それ以外は？昔は売却でできなかったよね。今はこうやってできるけどさ。実際確かに考えてみたら、まあ無理だよな。自分の命を渡すわけだから売却するってことは。で、グレートソード。ああ、強いね。強い。あ、強いな。重っ。懐かしいな。そう、これね、結構強いんだよ。で、しかも両手で使ったりするとやばい。なかなか面白いよ。まあ、強靭の指輪にしとくか。強靭はね、結構重要。回復するにしても何にするにしても。あ、でも回復に関しては関係ねえか。8ダメージぐらい変わる。意外と8でできるぞ。あ、まあでもこいつ即死させるんだったらいいや。グレートソードってさ、290でしょ ?300。あー、強いな。結構強いな。でもこいつがぶっ壊れてんだよな。あの、補正値的にはグレートソードの方が高い。あー、なるほどね。そう考えちゃうと、グレートソードもありだな。あのね、早いんだ、振りが。あの、初撃の振りがめちゃめちゃ早いの、グレートソードって。結構俺スキル使ってたんだよな。で、しかも縦振りだから当てやすい。とにかく。やってみる？おら。311か。まあまあだな。おら。おら。まあまあだ。そろそろあれが欲しい。グレートソードいいなぁ。正直グレートソード結構好きだなぁ。なに、ここなんかあんの？攻撃してる霊体いたけど、これ何もなさそうだな。そうなんだよな。俺結構ね、攻撃力っていうか、筋力振っちゃってるから、普通に強えんだよな。ありだな。グレートソード使うか？6か。あっぶな。6の瓶だ、これ。なんか入ってんな。あ、これあれだ。突っ込んでいったらやべえわ。エストのかけら、ありがてえ。どうやって壊そうか、これ。ちょっと待ってね。こんな時こそこれだろ。うい。技量を50まで上げたら、30でいいんだけど、実際ね。あんま技量ね、特化する気ないから、30でいっか。ちょっと待って、今俺いくつ？一番伸びがいいのって30までなんだよ。22か。そうで、50が、S の判定でも一応乗るかなっていう感じ。ここまではすげえ伸びるんです。まあ、特化させたんだったら99でいいんだけど、基本的には50か30がおすすめ。30までの伸びは本当に半端ないよ。30まではマジで伸びる。そろそろ上がり火来てもいいんじゃないかな。って思うんだけど、ブロードソードめっちゃくれんじゃん。いらねえな。うい。もしかしてこれバレてないと思ってたのかな？かわいすぎでしょ、それは。で、こっち行っちゃうと、戻っちゃうんだね。いや、こっちだな。あ、これ、死ぬやつだ、これ、落下すると。お、なんかいる。あ、はいはいはい。これね。魔の力を持ってないものには興味ないって言われたんですけど、これ確か10まで上げないと、そもそも教えられないっていう、何かしら理力とか振っとかないと、教えてくんないっていうのは重要。で、あれ、この船どうやってこっち来させんだっけ？うわ、なんかいっぱい来た。なんか方法あったよね。なんだっけな。なんかね、移動させる方法があったはずなんだけど、上とかなんか吹くんだっけな。右上のロードが入ると怖えよな。まあ、オフラインじゃねえから、もしかしたらダークソウル2を未だにプレイしてる人が侵入してくる可能性がある。まあ、前ほど頻繁には入ってこないだろうけど。マジかよ。ガチだった。嘘だろじゃなかった。ごめん。信用しきれなかった。いつも騙されてるせいでさ。王の戦士、なんだっけこれ。これか。装備重量高める。マジかよ。普通にいいやつやん。まあ、幻影ではねえけどな。イェーイ！あれー？この先どうやって行くんだっけ？何をするんだか忘れちゃったな。これショートカットだろ、普通に。あ、それ現状聞こえたわ。今さ、俺、鍛冶屋の音聞こえたんだけど。なんか入るか。完全に忘れたな。オッケー。最強の武器が出来上がった、これで。あ、ちょっと移動が遅えな。正直これでいいよな。うら。片手だとこれなのよ。だけど、ちげえんだよな。チンコっちはこの両手のこの振りの速さなんだよな。あー、完全に方法を忘れた。あと一つでしょ。ここかな。こっちの逆側行ってねえもんな。行ってみるか。